はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルイージです。では、今回は、信長の野望大使をプレイしていきたいと思います。で、もうサムネイル見ていただいた方はね、今回のプレイ内容、察しがつく方もいらっしゃるかなと思うんですけど、今回は、トレジャーボックス限定のシナリオになっている、大使繚乱というシナリオでプレイをしていきたいというふうに思っています。で、この大使繚乱は、今お話した通り、トレジャーボックス限定になってまして、一応、この限定シナリオだけをウェブで、ダウンロード販売したりとかっていうのはする予定がないということだったので、この大使繚乱をね、プレイするのであれば、トレジャーボックスをね、買っていただく必要があるのかなというふうに思います。で、僕はですね、現在、PS4 の方で信長で、プレイをしているというのと、今回はですね、PS 版で、PC 版ですね、で、トレジャーボックス買ったので、この大使繚乱は PC 版でプレイをしていきたいというふうに思っています。で、この大使繚乱の何が面白いかっていうとですね、普通のシナリオでは、プレイできない大名が選べる、まあ武将が選べるっていうところなんですよね。で、まあちょっと一つ一つ見ていくと、まず信長、秀吉、あとは家康、まあこのあたりはね、普通に選べる武将になっていると思います。政宗。あとは信玄とか真田昌幸とかね、いろいろついているんですけど、この後見ていく武将は、普通のノーマル版のシナリオでは選べない武将が入っていて、かなりね、楽しめるんじゃないかなと思っていて、まあ、せっかくトレジャーボックス買ったので、まあ、PS4 版では、うっつけの天下ということで、信長を使ってプレイの方はしていっているんですけども、今後中心はですね、この大使繚乱を使って、シナリオを使って、普通のノーマル版ではプレイできない大名を使って、まあ武将を使ってプレイの方をね、皆さんと一緒に見ていければいいかなというふうに思っています。で、大使繚乱、まあここからプレイしていく難易度に関してはですね、一応今回は上級でプレイをしていこうかなというふうに思っています。もうすでにこのあたりね、三成だとか、通常のシナリオでは、プレイアブル大名、プレイアブル武将としてはね、選べないところになっていると思うんですけども、こういったところが選べるっていうのはね、すごく面白いと思います。あとはね、この柴田勝家とかもね、普通選べないですからね。あとはこの幸村。で、面白いところで言うと、信行なんかも選べるんですよね。なので、真田、正行、信行、幸村が、それぞれ、一大名というかね、プレイアブル大名として出てくるっていうのが、この大使繚乱になってます。あとは、今見ていただいた大谷義継に竹中半兵衛。このあたりもね、すごく面白いところになっているかなというふうに思っています。でね、少し今回迷っているのが、最初にやるこの大使繚乱。例えば、石田三成とか、蒲生氏郷とか、このあたり、もちろんプレイしていこうかなと思ってるんですけど、まずはね、この真田幸村をちょっと使ってみたいなと思ってまして、今回は真田幸村でプレイをしていこうと思っています。というわけで、もうここまででね、サムネイルと全く関係ないじゃないかというお叱りをいただきそうなんですけども、サムネイルに関してはもう完全に今回個人的な趣味を使って、趣味で、作りというか、作っちゃいましたんで、プレイ内容とは全く関係がないんですけども、今回は真田幸村で、大使繚乱プレイをしていきたいというふうに思っています。では早速、雪真村選田んでいのきましょ訓略、味わうがよい。う。日本一の強者。まあ、かなりかっこいい感じになってますよね。この、雪村の絵も。じっくりね、ちょっとこの絵も見ていきたいなというところなんですが、まずはね、先に、進めていきましょう。六文銭の旗印。その目に焼き付けよ。で、今ちょっとね、ロードが入っていますんで、少々お待ちくださいね。ちょっとね、ロードが長く入ってしまってますが、このままお待ちください。
さあ、これで始まっていきます。で、僕のね、この信長の野望大使 PS4 版ですでにプレイのを始めているので、このあたりのゲームの流れとかっていうのは一通り、もう理解はしているので、スキップをしていってしまおうというふうに思っていますんで、ご了承いただければと思います。で、雪村様、まずはこの地図をご覧くださいということで、この辺りもね、もうすでに見ていただいている方が多いと思いますので、先に進めていっちゃおうというふうに思います。まあ、なんといってもね、この大使は外交がかなり重要になってくる要素にはなっているんで、まあ、雪村はどうしても戦闘向きにはなると思うんですけども、外交はね、しっかりやっていきたいと思います。で、一応ですね、隣国がどういったところがあるかっていうところもちょっとこの後ね、見ていきたいなと思うんですけども、例えばさっき見たガモーとかがね、隣にいますからね。なので、ちょっと志に関しての操作指南はスキップしちゃいましょう。で、一応ですね、雪村の今回の志ね、どういったものになってるかっていうのを先に見ていきましょう。まずは日本一の、強者ということで、真田の軍略を天下に問う、それが唯一の望みなりということで、さっきもね、ちょっと見てもらいましたけど、この、絵、相当かっこいいですよね。で、しかも若い頃の雪村になってるんで、戦国立志伝とかで大阪の陣を選んだ時の、まあ、雪村とはね、ちょっと違う若かりし頃の雪村という感じになっています。で、もちろん兜はね、六文銭を頭につけたおなじみの兜になってますけども、この兜姿でなんとかね、天下を取りに行きたいなというところになります。で、一応50の武将大名が一堂に会するというのが、この太子領覧限定シナリオになってますんで、このあたりはね、しっかりやっていきたいと思います。で、二つ目というか、この日本一の強者の中に入っている志特性としては、有志絢爛。我が元に集いし有志たちを今こそ共に天下へ打って天という、この有志絢爛と、あともう一つ、不釈神明であってますか、読み方。命を惜しむことなかれということで、まあ、このあたりをね、うまく活用して戦闘向きの戦闘特化のプレイにもしかしたらなるかなというところになります。で、まず有志絢爛の方なんですが、父譲りの軍略と生来の勇敢さを兼ね備えた雪村ということで、いくつかありますよね。浪人の教師、あとは不退転、まあ、この辺りはね、真田任軍と合わせて解放していく必要がありそうです。まず不退転に関しては、徳川家との決戦に勝利。おお、これ楽しみですね。おそらくこの辺り、または決戦に5回勝利するっていうのを入れてきてるところを見ると、おそらくパワーアップグリッドとかね、今後のパワーアップデートとかで、新しいシナリオが出てくるんじゃないかなっていう期待感も出てきますね。で、もう一つの方もちょっとね、見ていきましょう。で、不釈神明の方ですが、こちらの方も、真田丸とかがあるんですね。籠城戦で強行に対する反撃が強くなる。いいですね。この僕のチャンネルの、
信長の野望を、まあ、だいぶ長くプレイさせていただいているんで、長く見ていただいている方はもしかしたらご存知かもしれないんですけど、僕はどっちかっていうとね、家康ファンの方には大変申し訳ないんですけど、アンチ家康なんで、どうしてもね、このアンチ家康というか、家康に逆らった武将たちが好きになってしまうんで、まあ、例えばこの雪村とか、あと大の家康嫌いだと言われていた、蒲生氏郷とかがね、大好きなんですけど、もうこういったところがね、うまく今後生きてくれば面白い展開にもなるんじゃないかなと思います。では早速ですね、プレイの方を始めていきましょう。で、まずは何はともあれですね、最初に領内の様子を見ておきましょう。で、一応ですね、今回は、隣国が、まず一つが、蒲生家ですね。で、もう一つ、北には、伊達家がいて、まあ、最初どこに進出していくかっていうところで言うと、まあ、蒲生と伊達とは一旦、まあ、吉見を通じる方針にして、南進を先にしていきたいなというふうに思っています。で、南進をしていく上では、やっぱりね、この佐竹とか、この辺りを攻略していくことになるかなと思いますんで、この佐竹に対しては、できれば蒲生とね、吉見を通じてプレイをしていければいいかなというふうに思っています。ちなみにこの大衆両乱は完全に初見プレイになりますんで、今言った思惑がハマるかどうかっていうのもちょっとクエスチョンではあるんですが、まあそういったところも見ていきましょう。で、あとはですね、画面の一番上の方には、現在の金銭の状況と、あと兵糧の状況が出てますんで、ちょっと金銭がね、少ないかなっていう印象があるんで、まずは、武将がどんくらいいるかっていうのをね、ちょっと見ておきましょう。で、まず、雪村が城主に入っているところには武将が15人か。となると、何を見ていかなきゃいけないかというと、自勢力の武将から見ていきましょう。さすがの雪村ですね。武勇が99。あとは、大輔とかもいますね。大輔。まあ、これは雪村の、息子ですね。まあ大阪の陣で共に果ててしまうんですが。あとは相馬勢がそれなりに入っているっていう感じですね。ちょっと閉じちゃったんでもう一回開き直しましょう。で、武将数はそれなりにいますね。こうやって見ると。お、高梨内輝とかもいますね。ちょっと内輝の絵見ますか？内輝が若い。若いですね。内輝の若い。また閉じちゃった。ごめんなさいね。内輝が若いんですね、ここでは。で、あとは、まあ、田村とかこの辺りも入っているっていう感じかな。で、二本松とかも入ってますけどね。うん。まあ、使える武将っていうと、やっぱり、どうしても雪村中心にはなってしまいそうですね。ここを見ると。あとは相馬秋田ね。ここが、まあ、全体的に優秀かなというところと、あとは、まあ、武勇は低いんですけど、外政。これ、外政っていうのは今回新しく設けられたパラメーターで、まあ、外交のところですね。では、この小畑高清なんかが割と高いかなというところになってますね。で、あとは拠点なんですが、飯野平城から武将が10人、浪人が1人いますね。で、小高には雪村が入っていると。で、お出森には、真田家所属になっていて、武将が3人入ってるんですね。で、相馬中村城。で、二本松。で、見張るという形になってますね。で、兵糧収入とかを見ると、やっぱ小高が一番多い感じかな。で、姫はというと、お梅ちゃんがいますね、お梅ちゃんが。お梅ちゃん、これあれですよね、片倉家に、大阪の陣の時に預けられて、片倉の、まあ、側室、正室だったかな、側室だったかな、ごめんなさい、ちょっとね、正確じゃないかもしれないんですけど、になった姫ですよね。
さあ、では、早速、ちょっとうだうだしてしまいましたので、内政からやっていきましょう。まあ、内政のところではね、まずは証券になると思いますんで、証券開発をしていきましょう。進出済みのところはどうしようもないよね。もう投資になっちゃうんでね。あ、独占ができると。そうか、独占しておくっていうのも手だよな。そしたら、ちょっとお金がどんくらいかかるかっていうのを見極めながらにはなりますが、ちょっと操作がね、ごめんなさい。うだうだしちゃいましたけど。そしたら、小高に、投資だな。独占で600はちょっと使えないよな、今。投資しましょう。で、もう一つ重要なのが、今回、神前なんですよ。神前を、伊達と、あとは蒲生に送っておきましょう。ここでね、まずしっかり、最初に進前を行って、少しね、外交上の有利に立っておきたいなと思いますんで、しっかり外交をやっておきましょう。で、実際に同盟とかを結ぶには進前で有効度を上げておく必要がありますからね。まずは、蒲生はいきなりマイナスから始まるのか。まずは同盟可能なところまで一気に上げていきましょう。毎月300かかってしまいますけど、まあ、これはしょうがないな。で、伊達政宗なんかもう攻められたらひとたまりもないんで、ここも早々に使者を送っておきましょう。で、その他佐竹に関しては今後合戦をね、開いていこうかっていうところになるので、このままにします。で、一旦しばらくお金がない、あるいは兵糧もないっていう状態が続くので、ここはね、ターンを送っていきましょう。で、この先、具体的には、兵をちょっとね、集めて、佐竹に殴り込みをかけていこうかなというところなんですが、その時には援軍として、まあ、少なくても蒲生、できれば伊達も引き連れて、合戦の方にね、参加していきたいなと思います。まあ、ちょっとね、サムネイルと雪村で全然合ってないじゃないかっていうね、お叱りがありそうなんで、第2話からはちゃんと雪村ベースのサムネイルにしようかなと思ってますんで、ちょっとね、もう第1話目だけは自分の士気を高めるために、姫たちで埋めちゃったんで、もう本当に全然サムネイルと内容マッチしてないじゃないかっていうね、お叱りをいただいてしまいそうなんですが、そこはね、ちょっと第1話目だけはご容赦をいただきたいなと思います。報告いたします。よし、伊達家の心象が良くなってるっていうので、まあ、これはね、そのまましっかりと先月の収支です。外交を続けてもらいましょうね。で、やっぱ金銭収入がだいぶ減ってるんで、金銭収入を上げるための施策としてはしっかり、商業投資していきましょう。お、2人新しく入ってきてくれるんだね。まあ、これはもう一括選択ですね。武勇71は大きいな。ね、大きいので2人とも選んで、ご命令を雇っていきましょう。ポケット戦国と違くて、武将の数は多ければ多いほど、正直この大使に関しては有利ですからね。ポケット戦国見ていただいている方はもう武将を抱え込みすぎて苦労したところをお見せしているんで、お恥ずかしい限りなんですけどね。ポケット戦国の方とは違って、こちらはしっかりと武将を多く抱えていった方が有利になると思います。で、労力が4か。そうすると、まずは開墾を入れていきましょう。で、他、開墾ができそうなところ、やっぱりね、大きいところを集中的に開墾していった方が得られる収入というかね、
兵糧の収穫も多いと思うんで、まずは開墾して大きくしていきましょう。最優先で開墾ですね。で、あとは、続きになりますが、投資ですね。なまっちゃいましたね。投資ですね。になっちゃいましたけど、投資ですね。投資をやっていきましょう。で、投資する上で、投資もやっぱり大きいところを中心にやっていった方がいいとは思うんですけど、お金と相談というところにもなるので、なんといってもね、この先、外交で毎月300ずつ出ていくかける2なので、蒲生に300、伊達に300出ていくんで、しっかりね、お金のマネジメントもやっていかなきゃいけない。報告いたします。多分そうこうしてるうちに、あっという間にいろんな大名家が動き出し始めると思うんで、その時に乗り遅れないことが重要なんですよね。おう、表情だ。表情もどうなってるかな。どういう方策があるかもちょっと分かんないですからね、まだ。見ていきましょう。よき考えたな。で、光ってる人間はいないか。商業が4、農業が5。あ、信長の優秀な家臣団を見てると、ちょっとこの辺りがどうしても物足りないな。再考させましょうか。当家の行く末、話し合いましょうぞ。ちょっとはマシになりました、なりましたね。さっきのはちょっとひどかったからな。そうすると、あとは内気にするか、伊達天で部隊移動速度上昇がつくのか、戦意回復量増加、ただ2だからな。そうすると、ここは船尾にしましょう。船尾の軍事さんで、敵の兵糧消化が増加するっていうのと、部隊意識上昇ですね。これを選んで、表情を終わります。表情を終えましょう。で、方策なんですよ、方策。おー、相馬だね。何かいい案を出してくれるといいんですけど。まあ、方策に関しては最優先でやっていくので、やっぱりお金が上がるところなんですが、今回は馬産証券成長上昇賞が提案されていますね。では早速見ていきましょう。まあ、今回どれが実行できるかっていうのとは別に、雪村固有のっていうのはあるのかな。精鋭農兵とか早速すぐにでもやりたいですけどね。まあ、今できるのは農地拡張ぐらいかな。じゃあ今回は農地拡張で農地の最大値上昇賞をやっておきましょうか。まあ、これくらいしか今選べませんからね。できればね、やっぱ戦闘向きのところをやっていきたいので、次回以降の表情では軍事優先で決定していきましょう。歩兵するにもね、ちょっと今だとお金がないんで足軽は増やせないし、農民もね、今すぐ増やせるかっていうとちょっと微妙なんですが、ここは次のターンあたりで一旦小高、つまり雪村には兵をつけましょう。今見ていると伊達は早速兵を増強している様子が見て取れますね。何、伊達は我々と交渉する気なしか。先月の収支です。かといって伊達とね、開戦する気はさらさらないんで、どうしようかな。そうすると伊達といつ合戦になってもいいように、やっぱり小高に関しては兵を増強しときましょうか。もう浪人の教師、足軽の補給が安くなる。ただ足軽増やせないからな、怖くてね。足軽600まで増やすか。足軽を600まで増やしましょう。いや、お金がダメだな。
金銭収入がマイナス251になるのはちょっと耐えられそうにない。200までにする？200も厳しい？ 200 にする？ 200 も厳しいんだよね。じゃあ100か。かしこまりました。100にしましょう。いやー、ちょっと怖いな、本当に、伊達は。で、そうなるとだ、伊達に対してもうこれ以上何もできないんだったら、そうだな。蒲生家に対して何？送ってなかったっけ？ちょっと蒲生に関して送りましょう。そうか、同じやつを選択しちゃってたんですね、奏か者しを。こまりました。しょうがない。今からでも間に合う。しっかり進前しましょう。かしこ進まり前まのし目た。標は同盟です。同盟しましょう、同盟。それまでに戦局が動かなければいいなっていうところだな。あとは内政ですね。かしこまりました。独占したいけどな、ちょっと独占するお金ないからね。で、開戦するんだったら、やっぱり、佐竹になるんだけど、佐竹も怖いし、何よりも、政宗がちょっと怖すぎるな。政宗とは、やっぱり吉見を通じておきたいけど、これ以上、政宗がこちらの交渉に応じる気配がないってさっき出ちゃってたんで、どうしようもないですね。あとは国境の相馬中村城あたりに少し兵を増強しとくかですね。正行が首をはねるということで、いきなりここであれですね、謙信と正行が戦いそうな感じですね。まあ、謙信は義の武将と言われていて、正行はね、表裏卑怯の者と言われるぐらい、いろいろ権謀を巡らせるような武将なんで、まあ確かに、志としては相反するものがあるので、いきなりぶつかってもおかしくないですね。じゃあ我々はどっちにつくのかっていうところなんですが、ここは、謙信とも正行とも国境を接してないので、どっちにつくかっていう要請は来てないですね。近隣で合戦が起きるとどっちにつくかっていうのを選ぶところが出てくるん報です告いたしまが、す。まあ、近隣でない場合には今みたいにね、情報が出てくるだけになり先ま月す。の収支です。ご命令を。さあ、冬の、じゃあ、農作業の指示を出しましょう。で、肥料が撒けるんで、ちょっとね、土地が痩せてしまってるところがあれば、そこに撒いていきましょう。そうすると、ここにしようかな。ちょっと待ってね。やっぱ小高なんだよな。小高が一番発展してるんで、小高の36、まだまだっていうところではありますけど、これやりましょう。で、あとは商業ですね。証券進出はできないんで、投資しておきましょう。安く済むところがいいからな。やっぱりお金がね、惜かしいしんこで、まおりまし金た。は。で、ちなみに、一切の交渉ができないでいいんだよね。いや、伊達とせめてね、証券の発展は共にできたらいいかなと思ったんですけど、それすらも許してくれない感じかな、伊達は。いや、伊達はかなりあれだな。しっかり、兵を増強してきてますね。いや、これ乗り遅れると本当に、厳しいな。佐竹から親善か。どうしようかな。佐竹を攻めようって言ってたけど、佐竹はやめて伊達にする？伊達にするか。報この告い状たし態まだとす。ね。
斎藤と諏訪が戦、まあ、これは美濃を巡る戦いがおそらく始まってるんでしょうね。あと今川と武田も合戦を始めてるか。先月の収支なでるほす。ど。よし、これはちょっ表と情を当初の方針をい始めきるなとりしま転しょう。換することになりますけど、佐竹と蒲生と組んで、伊達を攻めましょう。それが一討番議良の策だな。行く末、話し合いましょうぞ。で、戦周りの、提案をしてくるところを優先的にやっていきましょう。とすると、軍事2か。ちょっと話にならないな。二本松は論議に15くれるんだ。農業15くれるね、高清も。まあ、ただ、ちょっと今回はやっぱり軍事が欲しいんで、再考させましょう。当家の行く末、話し合いましょうぞ。光り輝く武将はいないね、やっぱり。軍事1か。ひどいものがあるな。まあ、まずは高清でしょ。あとよくは、考えたな。まあ、この辺りですかね。農業が15、商業が5、軍事が9。結局、軍事上げたいって言っこてれたにのに、て軍事表情0だ。を終わります。しょうがないですね。で、いろは歌は島津のところですね。一文集の、成長速度が上がりますっていうものになってます。で、今回も農業しか選べないんで、兵糧収入増加賞をやっておきましょう。検地ですね。いや、総兵力でもすでに相当な差があるな。政宗の李府城はもう兵数が4300も入ってるの。いや、これかなり厳しいな。そう考えると、こっちも農兵であっても何でもいいんで、ちょっと兵の増強を急いでやりましょう。多少、それこそ、兵糧収入が減ってもいいんで、民の信望を失う。民の信望を失うのはやめよう。かしこまりました。民の信望を失うわけにはいかないからな。で、二本松も増強だな。かしこまりました。いや、これはね、かしこまりました。伊達との決戦が近いかしこまりました。というところを睨んで、ただ農兵ばっかだな。農兵中心にやっぱなっちゃいますね。今の戦力考えると。かしこまりました。まあ、こんなところかな。これで、兵の増強をしつつ、佐竹、あとは、蒲生と、親善を深めて同盟が結べたら一気に伊達を攻めましょう。豊臣が本願寺に宣戦布告、竹中が島津に宣戦布告、まあいろいろ至るところで合戦が始まってるんで、これを見ると、いよいよもって我々も伊達に備える必要が出てきそうですね。で、佐竹と、あと、蒲生とは通商ができるような状態になっていますんで、このまま進んでいけば、少しずつですけども、同盟ができる状態に近づいてはきそうですね。報告いたします。先月の収支です。何？政宗が早速ね、二兵を出す予定があるって？いやー、厳しいよな。今、政宗と戦っても勝てる気がしないわ。まあ、雪村の軍略というかね、統率に頼るしかないんですけど、一刻も早く兵をやっぱり増強しないとまずかったな。ちょっと初手でね、まずい初手を打ってしまったのかなっていう印象がありますが、まだまだこれからですからね、巻き返しましょう。で、親善はひたすら続けておいて、交渉がどこまで進められる？同盟はまだ無理？
同盟したいわ。同盟締結まで60。まだあと2ターンかかりますね、それぞれ。2ターンの間、伊達が攻めてこなければ、伊達に対して、まあ、三国同盟を結んで対抗することができるかなっていうところですね。はい。ではちょっと時間が長くなりましたので、ちょっとなかなかうまく今回進められませんでしたけども、この大使両乱、今まで見てもらった通り、ノーマルのシナリオでは選べない武将なり大名なりが選べてかなり面白いかなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。